見せてくださって、こう飛び箱が飛べない子が一人いて、で周りの園児みんながやるぞやるぞやるぞってみんなでやったら飛べるようになるっていう動画を熱心に見せてくださいました。大した いい話じゃないですよ。私が覚えてる。覚えてたらそんでいいやそれで。いやもうちょっと持って話したら。もらんでいいですよ。ちょっとお母さん手紙読むわ。すごいこと書いてある。何ですか。はい。17歳で一人で東京に行き、右も左もわからなかったことでしょう。今でも北陵高校の制服を着て自転車に乗る男の子を見かけると、こんな年の時に東京行かせたんだなと思います。その後、二十歳で人気者にしてもらい、生意気だった時期もありました。実家に帰ってきても調子に乗った乱暴な物言いで、家族が注意しても聞く耳を持たなかった時がありました。でも今この年になりやっと過去を振り返ってみて、あの時俺は天狗になっていたなとか、周りに迷惑かけていたなと言えるようになり、親として安堵しています。これからも周りの関わってくれる皆さんに感謝して毎日を過ごしてください。母より。母の手紙ですねこれ。当たり前やないか。そうなんです。あの、ま、生意気、そんな時期があったら、はい、ま、生意気に振る舞わないとどうしようもないぐらいいろんなことが急にガーッとスターになってきたからやな、はい、そうやろな。そういうこと、あのそれこそ不倫のブームみたいな、なんかよくわからない、その中性的なファッションアイコンみたいな扱いで、そういう中にいたら、ま、周りが出来上がって、今でもそうやろ、え、凪のおいとま、はい、あれでもまま役でちゃんとハマってんねん、まま役に。僕は25年に一度しかハマり役がないんですよ。違う、不思議やねん、ハマってんねん、これ。ありがとうございます。この写真綺麗ですね、なんか。いや、ずっと写してると